こんにちはデモクラシータイムズ半田茂の目30回をお届けいたします半田さんですこんにちはよろしくお願いします今日はですねあんまり話題になってないんですけどもものすごく重要な話をしたいと思います黙って進む変な法案基地周辺土地規制というので実は菅さんはやる気満々という法案があるんですけども、うん、これが なんかあんまりちゃんと、問題点を指摘されてないので。ぜひ注目したいと思います。これはどういうことですか。はい、えー、っとね、これもずっと前から、あの、政府の中で検討されていて。うん、えー、まあ、日本に、米軍基地と自衛隊基地がありますよね。うん、で、その周りに、まあ、人が住んでる。 あの特に、えー、その首都圏にある基地なんかはもうたくさんの人が住んでるわけですね。そで,ね、うん、でそれとは別にねその例えばあの人の比較的少ない離島の基地の周りなどで、うん、その外国の人がその土地を買ってると。うん その国籍がさまざまですけど、うん、中国の方とか韓国の方とかがまあそういう土地を買っていると、うん、でそういったあその外国の人があ日本の基地の周りに、うんえー、この土地を買って、えー、そして家を建てて、えー、何をやってるんだとでこ,これはその何らかの規制が必要ではないかということで随分 <laughs> 前からの産経新聞はキャンペーンを貼っていてあ<ー>まあ政府もお 本当にここ三年ぐらい前からですかね、えー、何らかの規制は必要だという風になんかすごい妄想に見えますけどそれってあれですか、うん、例えば横田基地の周辺の住宅を、うん、横田基地がよく見える住宅を中国の人が買っていてみんなで住んでるとあれはもしかすると横田基地をスパイしてるんじゃないかこういうことまあそういうことですね平たく言えばそういうこと だから、怪しくなくても、怪しいかもしれないでしょと。うん、だ,だとしたら、何らかの規制が必要でしょっていうのが、この、まあ、最初の原点ですよね。なるほどね。で、これ、その法案、まだね、あの、上呈されてない、うん、あの、自民党はこれ出したいと思ってるんですけど、うん、公明党が、 ちょっと慎重な姿勢なのでまだ上呈されてないんですんこの法案の名前長いでしょう長<い>重要施設周辺および国境離島等における土地等の利用状況の調査および利用の規制等に関する法律案と <laughs> はあ、はあ、息が切れちゃったで、まあ、これよく見るとね官僚の皆さん得意な「うん、など」などって言えばその中に無限の宇宙空間が入るわけですよねそうです こう国境離島島とね。はい。そして、えー、土地島<地>で、そして、規制島と, <laughs> ということは、それ以外のこともあるんですよってことにふく <laughs> 含まれていて、非常に幅広い概念の法律案なんだってことが、ここの名前からまあわかるわけですよね。うん、で、それと、重要施設っていうのは、原子力発電所とか、あと、自衛隊基地、米軍基地っていうものなんだけど、うん、ここ、国境離島とありますでしょう。はい。とい 基地がなくても離島そのものの取引もこの法律の対象になりますよってことを言ってるわけですよ。ああ、なるほど。これはね、どうなのかなと思いますよね。その自由な取引ができなくなるのっていうちょっとそういう心配もありますよね。で、ここに今具体的にありますけども、うん、米軍や自衛隊、海上保安庁などの施設、敷地の周囲約1キロとあの国境離島などを個別に中止区域。 というふうに指定をして、うん、所有者の個人情報や利用実態を不動産登記簿や住民基本台帳などをもとに政府が調査をすると。えまあ誰が住んでるかぐらいは、まあ、不動産登記は、うんまあ、誰が持ってるかね、はい、不動産登記は誰でも今でも見られるわけだからまあそれはいいとして、うん、住民基本台帳も誰が住んでるかっていうことがまあそれは分かるだけですけど。うんうん 個人情報や利用実態よって、利用実態ってなると。うん、誰か人が動いて、うん、ここ誰が住んでますかって、人の出入りはどうですかとか。聞いて回らない,と分かんない、ね。と、うんうんまあ、そう,いうことなんですよね。うん、だから、あの、紙で調べられる範囲にとどまらないってことでしょ<ー>、まあ、つまり、そういったものをもにして、まあ、政府が。まあ、調査をするってことは、人が。入ってヒアリングをしたり、こう。 監視をしたりするるとといいうことが含まれてるわけですよね。うん、で、その結果分かった分かったとしますよね、うん、誰が持ってて、えー、な何ちゃんはこういう人だなって政府が、うん、あ確認をした認識をした必要に応じて所有者に報告を求めでそして利用中止を命令できると。<laughs> えっ<え>んじゃいけないとかそこで店やっちゃいけないよとか言うわけ えー、そん<で>そんななことででできるすすかでで曖昧じゃないです必要に応じてっていうのはね国の都合なのか何だかわからないし、うん、報告を求めって住んでるだけでなんであなたに言わなきゃいけないのっていう、うん、この辺りもよくわからないですよね。うん、でしかもこの罰則があって利用中止命令に応じなければ2年以下の懲役または200万円以下の罰金ないですよ。よよ重いです,よ重いですよ 行政罰でも何でもなく本当に刑事事件の刑事罰でしかも2年以下の懲役って結構重たいですよねでこれってね、うん、その分かりにくいのはもうすでに住んでる人もいるわけじゃないですかそ<う>だけどこの法律が通った途端に調査対象者になって国があ身元調査をしたり動向調査をして。 で、えー、ちょっと必要に応じて呼ばれて「<laughs> で君はちょっとね思想的に危険だからこの土地に住まないように」と言って中止を命令できると。江戸時代所払いみたいなまあそういうことですね <laughs> で,でまあ去りなさいと、うん、言わないんだったらああこれ逮捕するよとか、うん、罰金刑になるよっていうそういう話じゃないですか。うん、こうま,まるでこう国有化された土地ですよね。うん、これ これとてもこの自由主義国家の中の土地取引のあり方とは思えないようなやり方が、うん、今検討が始まっていると<で><え>やる気なんですねやる気やる気菅さんがこの5日の参議院予算委員会で何としても<ー>何としてもつってるんですよ今国会で成立させたいと。<ー>で政府は今月に法案を閣議決定することを目指していると。目指すってことは今国会で<う>提案して提出して通したいと。<そう> <laughs> 思っってていることですまあそれがね通ったらどうなるのっていうことなんだけれど、うん、例えばねこの普天間基地ここはよくあの、ね、勘違いしている人がいるんですけれど、うん、この普天間基地っていうのはもともとあの沖縄戦の時に上陸してきた米軍があ日本本土に、えー、爆撃をするための飛行機を置こうとして それまで住民が住んでいた土地をこれブルドーザーで全部平らにして農地を全部潰した上えで作っ,た、まあ、米軍が作った基地なんです,よそうですよ、ね、昔の写真を見るとなんか町並木とかあって民家がこう並んでて、はい、まあそれなりのなんていうかしら集落の中心のように見えるところがありますよね。そ 例えばね嘉手納基地ってのはあれはもともと日本軍の飛行場だったし那覇空港もそうですよだけどこの不天間は違うわけですよ、うん、米軍が勝手に作ったわけでえ住民はその時は沖縄戦の被害を免れようとして避難してたから好、うん、き勝手にやって作っちゃったわけですよね、うん、で戦争が終わったので本来であればあその土地は返さなきゃいけない、うん、これジュネーブ協定で、うん、そういうふうに決まってるわけところががそれを米軍が返さないでいでて、うん で1972年に本土復帰した時も日本政府が返還を求めなかったので、うんえー、そのもともといた普天間基地にいた人たちはしょうがないからその周りに住宅を作って住み始めてそして今のようなあその町のど真ん中に普天間基地があるとそういう状況ができたわけですよ。うん、でまあそ,それなのにこの基地を中心として 基地が大事だから、うん、その周りにいる1キロ周辺の人たちの,その誰が住んでいてどんなことを考えていて何をやってるか調べますよとで場合によっちゃあ利用を中止しなさい中止命令をしますよと、うん、こんなバカな話にありますかということですよねこれは。うん、いやそうそう例えばあの普天間基地をずっと観察してらっしゃる市民グループとかいらっしゃいますよね。そういうい人たちが <laughs> 1キロっていうと、まあ、歩いて15分ぐらいかな、ねはい、ぐらいの距離までの間にそういうそのお家を持っていたりするともしかしたらちょっとあなたどきなさいとか、うん、やめなさいとか言われるかもしれないけどそうですよね。本当にいや本当かなって思いますが、うん、さらに沖縄だけではない。うんうん そのね、新宿区のど真ん中に防衛省がありますけれども、はいあね、ここはあのもともと市ヶ谷駐屯地といったところでかつてあの防衛省は六本木にあったんですねうん、うん、でそれが2000年に移転してきて今の新宿区のど真ん中に来たと。うん、でこれも元から周りに住宅がたくさんあって、うん、まあ特にあの23区の中でも新宿区っていうのは人口密度の 高いところですよねここから1キロっていうとこれはもうものすごくこう大勢の住宅や多くの人々が入るわけですよね。うん、でここが1キロの範囲の中の所有者を調べて、うん、でそして土地取引に制約をかけますといった場合にこう考えられるのは不動産価格が暴落するんじゃないかと,、うん、ということですよね。 これってでも進んでいくと、土地を売りたいときには、相手が誰か届けねみたいになる可能性もありますよね。ああそうですよね。そうすると、買う方は、<laughs> いやそんな面倒な土地を買うぐらいだったら自分はもう渋谷区の方の土地を買いたいですとかってなると、うん、買いい手ががが少なくなくるから値段が下がっちゃうそういうそことですよね、うん、だから何にも悪いことしてないのに、うん、この法律ができることによってその今お住まいの方々の土地の価格がこう下落していくと、まあ、財産が減ってしまうわけですよね。うんうん そんなことが許されるのかなと思いますよね。うん、だからそのおこの法律の危ないところは、まあ思想とかああ信教の自由なんかの元にその、うん、選別がされる恐れがあるってことと、うん、自由な小取引権が阻害されるという、うん、まあそういうことがこうあるんだということですよね。なるほど。なんか最初この話をねさらっと聞くとよくある。 海外の方たちが昔から言っている、例えば津島に韓国の人が家を買って住んでると、はいで、どんどん住まわれて侵食されてきてしまうとか、えー、中国の人が 北海道の雪が好きで別荘地をニセコとかあの辺で買い占めていると。で、どんどんなんか日本じゃなくなるみたいになってると。ええ、あれをなんとか規制しなきゃって言ってる人たち確かいましたよね。いましたいました。そういうとこから始まったのかと思ったんだけど、そうでいや、あの、実際そうですよ。これあの、このきっかけっていうのは地方議会の中で、うんえー、そういったあの外国人が土地を買うことに関する懸念が広がってきたと。うん まあそれがまあ一つのきっかけなんですよね。でも別にに不当に買ってるわけじゃなで普通の取引だ,だって思い出していただきたいのは、うん、あのバブルの頃に日本が大変な景気が良くてね、うん、例えばハワイのホノルルにあるホテルを買い占めたあの国際興業グループがあ,ーありました。あのうん、プリンセス貝浦にホテル群を買い占めたし、うんうん、ニューヨークのロックフェイラーセンターも日本が買ったわけでしょそうです でそういうことはは自分たちは海外でやってきてきるわけですよね。<laughs> そうですね、うん、でこれ一つの、まあ、例なんですけども、うん、あの長崎県の対馬対馬っていうのはあの長崎県ですけれども実際には福岡の上の方にあって、うん、え朝鮮半島とのちょうど真ん中ぐらいにあるわけですよね。 でそこで、えー、その議会でこういうやり取りがあったわけですね。うん、この質問者は外国人による土地建物などの不動産取得がいくらか見受けられこのことが最近話題になっておりますというふうに、うん、まあちょっとこう聞いてるわけですよね、うん、懸念を持って。で津島市長は あのまあ、実際にそういう買い占めがありますと、うん、買い占めというか売買があります昭和平成20年の春以降対馬の土地の買い占められているなどということが週刊誌に掲載されていると、うん、でこのことから市民をはじめ日本国中からさまざまなメールや電話が届きました市、うん、のみならず県の方にも届くところになり、うん、大きな社会問題とされ県と市で韓国人による市内の土地の購入状況というものを調査しましたと。 いうことなんす。でこの後の数字が0.0069ってどのくらいですかいやいやだからねあのね僕行ったんですよ実はこれを受けて。で実際に対馬っていうところは国境の島ですから珍しく陸海空自衛隊全部いるんですよ。特に航空自衛隊はレーダーサイトを持ってたり海上自衛隊は。 あの警備隊っていうのを持っててその対馬海峡を通る船を監視したり、うん、あるいはその対岸のプサンなんかを監視したりしてるんですよねであの実際にその報道されて、えー、買われたというそのアパートがあるんですけども、うん、海上自衛隊の施設のあ近くにあるっていうんで、ね、どれですかってこう見に行ったわけ <laughs> そしたら近くって言っても何百メートルもだいぶ離れているし、うん 2階建てのの普通のアパートなんですよで韓国の方が買った、うん、それは自衛隊あの防衛省の人も認めてるんだけど、うん、だどういう使われ方してるんですか監視されてるんですかって聞いたらあのもともとね釜山と対馬の距離は近いもんですからす、ね、高速船で、えー、この休日になると行ったり来たりする人が多いわけ。うん そうこっちからも行くしあっちからもそうで観光がすごくあの発展したって言われてましあの、うん、コロナになる前はものすごい韓国からの観光客がいて観光でこう盛り上がったわけ、うんでえー、そのアパートっていうのはその韓国人の方が来てこの釣り人が韓国から来ると釜山から週末に来てでそこでまあ釣りをやって楽しんで,で帰ってくと、うん、まあ釣り人用の宿なんですよ実は。なるほど だからそれをそのなんか怪しいっていう <laughs> 怪しいのかな怪しいのかね。うんだからそのなんて言うんでしょうね。まあ、仮にですよ。うん、その釣り人を装ったね、このスパイみたいな人がいたとしても、その遠くから見てるだけでどれだけ情報が取れるんですかっていうふうに思いますけどね。そ,ねんそんなだけど。 民宿みたたいいいななととこ買ったりしないと思いますけどね本当のスパイだったら普通に観光客を装って普通にホテルとかそういうところ泊まるんじゃないのかしらのたまにねその取引上難しいってことで日本人の名義で買って、うん、で実は外国の方がスポンサーってことはありますけれど、うん、まあそれはその悪さをするためというよりも買いやすいっていうような理由で買ってるっていうようなことも対馬の場合はありましたよね。うん だからその確かにその周りにね外国の人がいるとそれが、うん、あそのでも韓国っていうのは考えてみてくださいよそのアメリカを通じてはいるけれども日本とアメリカ、うん、そして、えー、韓国とアメリカっていうのはこれ同盟国じゃないですか、うん、でアメリカを媒介にして日本と韓国っていうのは本来は準同盟関係にあって。うんうん さまざまなジーソミアを結んだりねさまざまな協定も結んでるわけでしょ、うん、でそれは怪しいっていうのはどうななのかなと思いますよねそうかそういうふうに考えるとアメリカ人が買っても怪しいわけね今あの例えばね、うん、あの北海道のニセコのたりをオーストラリアの人とかが経でしてるわけでしょあるいは民宿なんかもねオーストラリアの人が経営して日本語通じないなってところもありますけど、うん、<laughs> オーストラリアの方はあんまり問題しないんですよね。 うんなるほどね。なん,かなんかやっぱ背後になんとなくこう民族差別的なものがあるような気がするのも嫌なところですがんでだからまあすごくねその言葉の上だけの説明をすると安全保障上そういう重要な施設のそばに得体の知れない外国の人がその土地を持ったり建物を持ったりしている。 で何の活動してるかわからないっていうのは困るからはっきりさせましょうみたいなことは言えないことはない、うん、うん、一見もっともらしいんですよそう。うん、確かにそうなんですよで外国の場合見ると、うん、これはアメリカの場合は実は規制があるんですね<ー>、えー、連邦州レベルで軍の基地施設周辺の土地利用規制をすると、うん、で、自国民外国人を問わずと、うん、あ,あ,あるんだねってことなんだけども ない国もあるわけですよねで。イギリスなんかは規制、安全保障上の土地規制や、うん、外国人による土地取得等に対する規制は存在しないと。ないんですよ。で、フランスで、やはりないと。うん、安全保障上の土地規制は存在しないと。うん、ただし、国防の与党を理由に、私人の土地所有権を制限する公益地域の設定が可能というようなことがあると。 まあ、これはあれですよね例えば基地のそばに建物を建てるのにこんな大きい高いものを建ててはいけないとか、うん、ああ何かそういうような規制なんでしょうねこのそれは、うん、あの日本でもありますよね,すねあの米軍基地や自衛隊基地の特にあの航空機の滑走路の、うん、お近くでは高さ制限があるとそういうのはありますよね。なるほどそうすると日本,だ日本は何でこう熱心になってしまったのか。うん まあね、三年ぐらい前から、これが急に盛り上がって、特に自民党の国防部会などで話が出てきたんですよね。うん、そ,ねそれで、去年、政府が有識者懇談会を設けて、うんうん、で懇談会は、まあ、法整備が必要という結論なんですよね。うん、これ、答申書の中の文章なんですけども。うんうん 憲法は第12条においてこの憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の普段の努力によってこれを保持しなければならないと、うん、でまたは国民はこれを乱用してはならないのであって常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うと。うん、で第13条もこれは幸福追求権ですよね、うん、これもやはり公共の福祉に反しない限りというまあ制約があるし第29条 これ,はえー、とこれは財産権かそうです、ね、これも公共の福祉に適用す,、うん、するように法律でこれを定めると。公共のの福祉ってて言葉が、ねうん、この3本に出てきますよ、ねうん、で結論として財産権の保障が重要であることは論まかないが我が国の安全保障の確保は国民の生命身体及び財産の保護等のために必要不可欠な要素として 国民の平穏な生活の実現に資するものでありそのために財産権を一定の範囲で制約することは公共の福祉による制約として許容されうると考えられるとこれを根拠にしているわけですよこれどういう有識者会議七名の方がいて<ん>、えー、森田明さんという津田塾大学の教授が座長なんですけれど 筆頭にこれ、金原信一さんという人がいるんですよね。どういう方なんですかで。同志社大学の、あの特別客員教授。まあ、ここの肩書きだけ見ると、分かんないんですけど、この。隣にある顔写真の方が、ええ、この方で。この、この方、あの、第二次安倍政権の、発足と,とともに、外務省の国際局長から。内閣官房副長官法になられた方。うん、で、えー、人気、その間、安倍長、安倍、えー、政権の間に。 内閣副官房副長官補権国家安全保障局次長と<ー>あの国家安全保障局があの、はい、できましたよね。えーえー、2012年か。やちさんが最初になってそうそうやちやちさんの後輩ですよ。うん、あそうなんです。やちさんがあの外務省のその10年以上後がこの金原さん。えー、じゃあまあ最初あの国家安全保障局の事務局が、うん、まあ。 外務省ラインで作られてた、まあその補佐役ですよね副長官ですから。うん、で、そういったいわば安倍政権の中の外交問題について、うん、まあ養殖安全保障問題や外交問題の要職についていた方で、でこれあの19年の10月にお辞めになってますから、うん、まだあのほやほや一年ちょっとしか経ってないわけでしょう。うん、でしかもこのこの話が持ち上がった時はこの 官職にいたわけですよ安倍政権の中にいてこの議論の経緯を見てた人なんですよでその人が、まあ、第三者のような有識者婚に入っているとうん、まあ、有識者婚って割と政府にとっては隠れ身のみたいになっていてまあ見てると大体もう結論は政府の言いたいところに落ち着くことが決まっているんだけども これにお墨付きを与えるためになんとなく第三者的客観的視点で検討しましたよ。っていう、そういう仕組みですよね。そうなんですよね。うん、で、でもね、そのついこの間までね、その政権の一員にいたわけでしょう。うん、で、その人がその第三、第三者的な顔で。こういう懇談会に入るのはいかがかなと。 まあそうですね。選ぶ方も選ぶ方だし、受ける方も受ける方かなとは思いますね。<laughs> まあそうですね。うん、まああんまりあの人権法をやっている憲法の学者の先生は入っていないような印象を受けますが、うん、さっきの憲法解釈も必ずしもこれって一般的じゃないんじゃないかなと私は思います。うん、あのまあなんかむしろ字、うん、面としてはやっぱ公共の福祉って言ってらっしゃいますけども、うん、これ あのちょっと今下火になったんで皆さん忘れてしまって私も今さっき思い出したばっかりなんですがあの自民党の改憲案というのがあってその公共の福祉による権利の制限っていうところを公共の福祉をやめて公の秩序でしたよね公益および公の秩序っていう概念を取り出してこれによって人権を制限できるっていうふうにまあ憲法を書き換えようとしているっていうことが 前問題になってたんです、うん、でここに書かれているその公共の福祉の考え方って実はその自民党の改憲案の中で言われていた公益および公の秩序の考え方に近いんじゃないのかななんかそっくりに見えるでしょでもね全然違うんですね、うん、根本的にね。もともとの憲法の公共の福祉っていうのは憲法はまず個人が大切ですとで個人を尊重しなきゃいけない。 この人の人権も尊重しなきゃいけなくてたった一人の人の人権でもみんなの力で押し潰しちゃいけない場合があるんですよっていうのが基本原理なわけです。うん、でそういうのを調整する原理として、まあ、名前としては公共の福祉っていうのを持ち出してるんだけどこれもまあ世界的に言えばあんまり評判のよ,よい概念ではないんですね。で自民党の方が言ってるのはむしろ概念としては個人の 尊重とかとは対立する国益とかね、うん、そうなんか国家の利益とかそういうものの印象がありますよね。いやもちろんそうです。うん、あの2011年に、ね、発表された自民党憲法草案っていうのを見ると、うん、その国家主義的な色彩が非常に強いですよね。うん、であの、今の憲法では個人という言い方をしてますけど、うん、自民党の草案だと人っていうふうに書いてあって、 個人の概念を否定してるわけですよね、うん、で個人の権利と権利を調整する概念として公共の福祉っていうものがあるんだけども、うん、でも自民党の公益および、えー、公の秩序っていうのは上に国っていうものがあって、うん、人はそれに従うべきであるっていう考え方で、うん、まあ書かれてるわけんとなくこの有識者婚の結論が不安なのはその自民党がその自分たちの改憲案 憲法草案について Q&A、ね、もう全くお笑い憲法みたいなのを出していて、うん、ツッコミどころ満載ですっごい面白いんですけど読むとねでその中でもそのこの公益および公の秩序という概念は公共の福祉と同じですって言い張ってるんですけども、うん、実はそのクエスチョンに対するアンサーのところでねあの人権相互の衝突の場合に限られない 概念だっていいう,うに明言しているんですよだから個人がそれぞれ尊重されなきゃいけないっていうところからその衝突を調整する公共の福祉の概念を考えましょうじゃなくてなんか別のところから公っていうものがあってこう個人の人権を侵害侵害じゃない制約してもいいんですよってこういうふうに言いたいっていうそういう感じを受けますよね。うん、そうですよね<ー>だからこの 結論部分で公共の福祉っていうところを入れ替えてみると非常に分かりやすいんですよね。うん、財産権を一定の範囲で制約することは公益及び公の秩序による制約として許容される、ね、といえば、うん、それはその通りだと思うんですけど公共の福祉ではないよねっていうふうに思っちゃうから、うん、ここストンと落ちてこないんですよ。そうなんですよ、ね。だからまあある意味有識者婚は自民党憲法改正草案を先取りしてるのかなと。なるほど。うん。非常にこう。うん アグレッシブな感じですよね、うん、で先ほどの最初の,あの菅さんの説明えどういう法案かっていう説明のところでその個人情報所有者の個人情報や利用実態をこうやって調査もするんだっていうことになると、うん、やっぱり一番こう神経質にそんなものはいいのかって思うのは沖縄の人たちだろうと思いまして、うん、琉球新報が社説で反 題を唱えておられましたそうですねこれ、うん、あの非常にあの分かりやすくてあの明快だと思いました、うん、で普天間飛行場がある宜野湾市嘉手納飛行場がある町面積の8割を占める嘉手納町は、うん、全域が対象になりうると、うん、で自衛隊配備がす進む先島諸島も同様だと、うん、宮古島や石垣島あるいはあの与那国島ですよね。うん で法が成立してしまえば、調査対象が際限なく広がる可能性が否定できないと。うん、表現や結社の自由を認めず、財産を国家が統制した治安維持法の再来ではないか。うん、で、経済的な側面からも合理性は見いだせない。うん、安全保障上最重要拠点である東京市ヶ谷の防衛省周辺で不動産取引を規制すれば、地下下落など弊害が予想される。うん、外国資本のホテルが多くある沖縄でも、投資意欲低下を招きかねないと。と 全くその通りだっていうふうに思いますよね、うん、でこの上のところはあその理由ですよねさっき対馬があったように、うん、北海道でもそういうものがあったと。で真ん中にね世界貿易機関のルールにより外国資本だけを対象とした規制は差別的対応となり不可能だと、うん、でそのため法案は土地所有者の国籍を問わず安全保障を名目にしたが多くの国民を縛ることになったと。 ここはミですよ、ねうん、つまりなるほど、ね、本当の本音で言えば、うん、あの中国の方とか韓国の方とかそういったあ自分たちがちょっと警戒したいと思ってる人たちに対する規制だけをやりたいけど、うん、それは国際ルールに反するからできないのであ網を幅広くかけちゃえっていうのは非常に乱暴ですよね。<laughs> うん、で まあ、真ん中がさっき私たちが話したその有識者婚で、うん、財産的制約は公共の福祉により許容されると結論付けてるっていうんだけども、うん、財産権や内心の自由に及ぶかもしれない法律が公共の福祉の名のもとに認められるものかと、うん、で政府は法案を撤回した上で国民的議論によって規制の必要を問うべきだと、うん、全くその通りだと思いますよね。 でこれ実際にね先島諸島でどういうことになるかというとねこの宮古島、まあ、今陸上自衛隊のミサイル部隊が新たに配備されるということであのこれに懸念を持ったり反対をしたりする方が多くいられる島ですよね。うん、でこの三角形の形の宮古島市の中の陸上自衛隊の駐屯地といって千代田カントリークラブ跡地、まあ、千代田区っていうところ。 そして今もう一か所あるのはこの端っこのところの陸上自衛隊のミサイル弾薬庫のできる予定地とでホラっていう集落,集落とあ七俣っていう集落がすぐそばにあるわけですよね。今この区長さんたち千代田も七もホラも 自衛隊施設ができることに対して反対決議を区がしてるんですよで反対決議をしてるってことは歓迎しないとでしかもこれ見てわかる通り1キロの範囲の中に2つの集落が入ってるで千代田区ももちろん1キロの中に入るわけですでそうするとこれ法律が通れば当然これは監視区域になってそこにお住まいの方々も調査対象になると。 そうするとこう非常に嫌な感じが出てきますよね,そ,うですねそれはその土地の規制の問題じゃなくて思想の調査をやるためにこの法律ができてるんじゃないですかっていうこともちょっと疑われるわけですよね。でこれ法案としては、はい どうなんですかそのそれがねあの連立与党を組んでる公明党が慎重姿勢なんですよ、ねうん、その土地の利用にあの懸念を持つってことは分かるけれども、うん、これはあの経済活動を阻害すると、まあ、経済の面からあこの法案はいかがなものかということで難色を示していてまだ与党協議は整っていないという段階なんですよね。うんうん ただ、まあね、あの今までいろんな法律で最初反対していた公明党は、うん、安全保障関連法でもそうだし、うん、まあいろんな法律で苦渋の選択と言いながら下駄の雪のように自民党に従ってきたっていう歴史がありますからね。<laughs> そうかいやだけどどうなんですか公明党の公明党創価学会の本拠のある地域がありますよね。うん、あ信濃町ね、うん、あそこは なんか範には含まれるかもしれないね。一キロギリギリぐらいかもしれないね。なんかそうすると身に迫ってもしかすると反対,それ反対してく反対してくださるんじゃないかなと思うんですけどね。うん、まあ、どうですか皆さんあ,あの皆様これ考えてみるとその。 基地とか施設とかって自衛隊海上保安庁米軍って言ったら結構全国にあちこちありますよね。うん、で必ずしもその辺鄙なところにあるわけではないですしあの皆様自身の生活圏の中にもこの問題が出てくる可能性もある。そうなんですよね、うん あの東京でも横田基地の周りはね、うん、あの7つか8つの自治体があるし、ね、防衛省のは新宿区のど真ん中だしね、うん、で神奈川県だって横須賀基地あるいはキャンプざまや相模総合補給所、うん、あるいは厚木基地といったね、うん、住宅地の真んん中にあある施設がたくさんありますでしょうそう,そういったところの住民がこの土地規制を名目にして様々な調査の対象になり で、その規制を受けることによって、地下下落、まあ、自分の財産が目減りするというようなことが出てくるわけですから。うん、え、そうすると、何ですか。アメリカンクラブみたいなところも入るんですか。六本木みたいな。ああ。入りますね。もちろん。あの、政治新聞あ。あのね、はい、あんまり言われてないんですけど。東京のど真ん中に。米軍の重要な施設が。あるんですよあの、六本木プレスセンターというやつで、うん、正常期新聞社があるところですよね。うん 横田基地とそのプレスセンターがあのヘリコプターで結ばれていて、うん、まあ要人があそこに来てそして近くにあるホテルニューサンノーという日本政府が借り上げてる米軍のホテルで <laughs>、うん、日本の外務省や防衛省の人と行為交換の人たち同士で議論すると、うん、まあそういった重要施設があってこの六本木の周りは六本木全体がこれいわゆるあの監視区域ということになりますよね。 なかなか大変ですね。うん、いや、あんまりなんかだんだん伺ってると、現実味がなくなってくるような。うん、本当に可能なのかしら、こんな規制。いやでも法律が通ればね、これ、うん、愚直にやりますよね。そうですか。だって、まあ書類を見た上で調査をしなきゃならないってことになるわけですから。なるほど。うん、ということで、えー、ほとんどあの、現在の菅政権のさまざまな問題に隠れて。み、あんまり。 深刻に見ていなかったんですけども、すごく大事な問題だということが分かりました。えー、これに限らず、この後の国会審議についても進んできたら、またお話をお願いしたいと思います。はいいりりままししたたどうううもああががととごござざ